はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今日は MP5 使ってやっていきたいと思います。でね、そのタイトルにあるテーマを話しながらやるので、そう、話しながらやるからかなりこうね聞きにくいかもしれないんですけど、話が途切れ途切れになっちゃうかもしれないんですが、ちょっとね、まあね、そこの辺はね、プレイをお楽しみいただけながらの方が、ながらだと嬉しいです。ちょっと日本語おかしいなもん。さあ、よいしょ。まあね、その今回のテーマは、初心者はボット打ちをするなっていうテーマですね。まあ、するなって言ったらちょっと極端かも。What the fuck? 極端かも。あれ、死んでる？極端か、うわ、極端かもしれないんですけど、まあね、よくこう、初心者の方はまずボット打ちからとか、よくね、言われてると思うんですよ、なんか最近。僕のコメントでもね、生配信のコメントでもなんかそういうのが多くて。でも僕的には、その初心者さんは全然、そのボット打ちより、普通に公開マッチをガンガン回した方が、いいと思うんですよね。てか、どんどん経験を積んでほしいんですよ。経験を積んでいただいて、もうとにかくもう死ぬ死んでもいいから、どん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 こうね、まあそのリスポーンだったりとか、もう敵が来そうな場所とか、そういうマップ知識ですね。マップ知識っていうのは、そのマップの形だけじゃなくて、そういう今言った敵のリスポーンだったり、敵が来やすいポジションだったり、強ポジだったりっていう、そういうね、ところを覚えていくっていうことですね。で、そのまず、エイム、すごい、やっぱみんなエイムを気にするん、しちゃうんですけど、まあ、エイムはね、まあ、ボット打ちしてれば確かに、まあ、ある程度操作は上達していくと思うんですが、まあ、言うて、ボットなんで、相手は、コンピューターなんで、まあ、実際やるときはね、マルチでやるときは、まあ、あれですよ、人なわけですよね。お、ナイス。だからね、ボット打ちで身につけた打ち方、逆に言うと、簡単に敵がこう全然打ってこないような環境下で身についた打ち方とかは、癖とかがついちゃうと、まあ、実際にこう人とやり合ったときに、単純にすぐ倒されちゃったりとかするので、うん、ちょっと待ってね。今かなりチームは大変な状態になっていますね、これ。どっから湧いてくるんだ？右かな？一旦お話ストップ。一旦、うわあ！あれ？ドアが開いてる。なので、どこまで話したっけ？どこに話したかな。だから本当に、そのね、ボット打ちで身についちゃう、ちょっとね、体出しすぎとか、そういう打ち方も良くないので、まあ、僕はね、昔は確かに、ボット打ちの動画とか上げてたんですよ。初心者の方が、みたいな、エイムが上手くなるみたいな。いや、もつ上げてたんですけど、まあ、ちょっと、どれぐらい前？ 1 年ぐらい前に、その、今のラッシュゲーミングのコーチのね、アメリカのストーリー君っていう方がいるんですけど、まあ、彼は今、アメリカのアマチュアのトップ、この間チャレンジャーズ、アメリカのアマチュア大会で1位取ったから、アメリカの本当、今、1位のチームのコーチをやってる方なんですが、日本人、ボット打ちしすぎちゃうって言われちゃって、ある時。なんでそんなボット打ちするの？もっと効率のいいやり方いっぱいあるじゃん、みたいな。まあ、まあ、チーム練習もあるけど、普通に公開マッチもっと行きなよって。もっと人と打ち合いなよっていうね。意見をズバッて言われまして。まあ、それで言うと海外のトッププロも、そんなボット打ちをめちゃくちゃこうしているっていう人は、まあ、あんまいないっちゃいないんですよね、やっぱり。まあ、こう、アップとして、やっぱ、ボットしてアップとしてはやるけど、まあ、有名なところだと、ガンレスとか、今、シカゴにいるガンレスとかは、もう、めちゃくちゃ公開マッチ回す人なんですよね。
何してんだ。オッケー。よいしょ。ちょっと待って。よいしょだよ。話が吹っ飛んだ。あ、そうそう。だから、その、海外でも、海外はだね。これは厳しい。まあ、あまりこう、ボット打ちっていう、エイムを上げるためにボット打ちっていうね、人はね、やっぱ少ないんですよね。まあ、中にはいるかもしれないけど。まあ、単純にやっぱりね、公開マッチでも、そのボット打ちのような、エイムを鍛えるようなことはもちろんできるし、ね、いろいろマップ知識も覚えられるし、何より、ボット打ちより普通にマルチでやった方が楽しいじゃん。で、僕は COD 始めた時代とか、僕は初心者だった頃とか、まずコットフォーとかモダン2とかなんで、まあ、そもそもボット値がないっていう状況だったんですよね。だから、よいしょ、この先湧いてるんちゃうか。だからね、よいしょ、そのまずボット値で操作を慣れるみたいな、そういうものがそもそもなかったっていうね。ちょっと喋りながらだから、かなり操作がひどいですけど。まあそんな感じですね。なので、どんどん公開マッチに行って、もうね、経験を積む。ですしまくっていいんですよ。まあ、僕が初心者の頃はもう、くっそ死にまくってたけど、めちゃくちゃ楽しかった。思い出的には。ものすごく楽しんでましたね。くそ、カウンター UAV が。カウンター UAV が。まだ晴れないか。C4 がセンターからこんにちはしてるよ。どこだ、なんかケツから撃たれたぞ。追いかけてきてない ?UAV。エリアに入ってる。厳しい。いや、これもう無理じゃね？うわあ、デュアルまだデュアル使ってるやつおるんか。何のデュアルだったんだろう、今の。よいしょ。わお、そんな感じでございます。さあ、というわけで、試合の方が、もう残りあとちょっとなので、もう決めちゃいましょうか。おお、デュアル、あの3点バースのデュアルなんか。やばいな、今度あれかもしかして。OK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 。デュアルと言うても、先に場所を捉えておけば、こっちのもんですよね。敵がおらへんな。おっと、クラスターストライク。おお、まだ飛んでくる？あれ？左ではやってないのかな？デッサ使ったけど、おお、センター。あれ、全然敵がいないね。なんだろう、これ。デッサ使って、フラグ入れちゃって、そいつやっちゃって、で、今ちょっと一段落置いたら湧いてるから、まあね、こう、公開マッチでこう、ヒルするには、ほんとね、このゲームってエイムっていうよりね、まあ、マップの、まずリスポーンとか、あとマップの強ポジとかを取るっていうだけですからね。あんまね、エイムはね、このゲームそんな必要ないと思うんだよね。瞬時計だし。これですごい体力が高いゲームだったら、まあかなりこう、エイムの必要性ってのは高くなるかもしれないけど、瞬時計なんでね、こうやって構えて待っとけば瞬時計なんでね。カウンター落とすか。カウンターどこだ。あ、落としてくれた、ナイス。そこにいるな。 OK、 今いたね。おう、わからなかった今。おほほ、パンチ。UAV呼んで、多分奥で湧いてるから、こ
俺はスモークを炊こうかなと思ったけど、あんま奥湧いてなかったね。あれ、頭らしいね。SMG はちょっとさすがに厳しいから。これ、まず右から来るよね。で、そいつやって。そいつやって。後ろ。エネミーポジション、エアストライク。なんだこの人。ビトル呼んじゃう、ビトル呼んじゃおう。角待ち。こういう角待ちも大事。で、自分のビトルで吹っ飛んじゃうから、ビトル待ってから縫う。で、ここの頭らしを使うと。で、奥から来るからカットして、アドバンスと呼んでみて、こう回って、そいつはダメージだけ与えておいて、16発やれるしよ。まだいけるよ。で、ラストを。やって、まだいける。まだいける。まだいけるぞ。右やろうか。まだいける。俺は止まらんぞ、これ。まだいける。まずい！やばい。わあ、最後、やばい。左のやつがこっち向いてきたんだよな。右やろうかと思ったら。ちょ、今何連続キルだったんだろう。弱すに、各いけたかな。さすがにまだ無理か。はい、というわけでお疲れ様でした。91キルの9000ダムスコアか。ちょっと今日は後付けでは喋りながらやったので、ちょっとね、話が聞きにくかったかもしれないんですが、まあその辺はちょっとね、多めに見てください。今回ね、話した通り、まあ僕的にはそのね、初心者のうちはボット打ちをいっぱいやるっていうよりも、どんどん公開マッチとかをねやって経験を積んでいくのがいいと思います。というわけで、今日の動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最近はかなり実写動画を多めに投稿しているので、もし、ね、ゲーム動画見てて実写動画とかちょっとね、まだ見てないよって方はね、ちょっと、ね、チェックしてみてください。また筋トレ配信もします。お疲れ様でした。I'm not ready.